はい、おしゃれです。本も一般的じゃない体の秘密や可能性、斬縮紹介させておこうと思っております。はい、本日の体幹を強くするタレつきおじぎのやり方についてね、紹介させておこうと思っております。体幹トレーニングね、いろんなトレーニングがあると思うんですけども、それがですね、直接的にパフォーマンスに生きている人と生きてない人がいます。これってのは何かというと、間違った体幹トレーニングをやってしまっている人がいるからなんですね。この間違ってやり方をしてしまうと、せっかくね、一生懸命努力しているにもかかわらず、体幹ただガチガチになるだけで、動きは重たくなるし、腕もなんか動きにくい、足も動きにくいみたいなね、まあ、非常に残念な結果になりますので、そうなれないための体幹を作っていただければと思っています。じゃあ、正しい体幹トレーニングと間違った体幹トレーニング、どこが大きく違うのかと言いますと、一番ね、著名に出ますのが、溝落ちになります。正確に言うと、横隔膜ですね。腹圧の上側を作る構造をしているね、横隔膜ですね。まあ、横隔膜って言ってますけども、まあ、やりにくいという腹身ですけど、すごい強力な筋肉になっています。で、こいつって普段はね、呼吸に働くんですけども、間違ったトレーニングをしている人は、こいつを体幹トレーニングに使いすぎてしまう。まあ、使うんですよ。まあ、多少使うんですけども、使いすぎてしまうと、実はこの中にある内臓と下方向にこうグググググッと引き下げられてしまって、これによってですね、体が重たくなってしまうとか、手とか、ね、足の連動が悪くなるってことが結構起こってしまいます。なので、今、溝落ち、こうちょっと触ってもらってですね、この三角の溝落ちですね、ここがなんかこう指入れると硬い人ですね、指がこうズボって入んない人は結構気をつけてもらった方がいいです。結構ですね、エラーが出る可能性がありますので、ぜひね、今日やっていただく体幹トレーニングしっかりと身につけていただくのが必要になります。じゃあですね、この溝落ちを固めないでやる体幹、どうやって作ればいいのかっていうと、気になる筋肉があります。それがですね、実は骨盤底筋という筋肉です。骨盤底筋でね、肛門の周りにある筋肉で、こう体幹をですね、上から作るんじゃなくて、下からこう強くしてくるっていう作用になります。こいつが入ってるかどうかで、もうこの上の働きの量が変わるんですね。下からしっかりと体幹を作れると、上は結構自由になるので、横隔膜、溝落ちは固まらないんですけども、こいつが使えないと、もう上から頑張って、まあ、かばってですね、もう体幹をかばうのに仕方なく溝落ちがギュッとなってしまいます。なので、いかにこの下側にある骨盤底筋が効くかが大事になっています。じゃあ、骨盤底筋どうやって作るのか。まあ、結構ね、じゃあじゃあ大変だと思うんですけども、これがですね、結構難しくて、一応動画でもね、骨盤底筋のトレーニングいくつも紹介したんですけども、結構大変なんですよ。できるだけ簡単にしようと思って考えた結果ですね、骨盤底筋に非常に関与する筋肉が他にありまして、それが、タレつき。特に、腰椎から仙骨の上ですね。このあたりにある背骨のインナーマッスル。腰椎から仙骨にあるインナーマッスル、タレつき。ここがですね、うまく効くかどうかによって、ここと骨盤底筋が非常に関与してまして、この腰のタレつきがちゃんと効いてくれると、骨盤底筋も一緒にグッと入ってきます。そうすると、体幹が強くなって、溝落ちを固めない、体が重たくならないで、体幹を強くすることができるっていう形になりますので、今回ですね、この腰椎から仙骨にある体幹ですね、こいつをうまく使う練習、トレーニングですね、紹介していきますので、しっかりとね、トレーニングしていただければと思います。はい、ではやっていきます。まずですね、実際にトレーニングしていただく前に、今のね、あなたの体幹の状態をね、チェックしていただきます。チェックの方法ですね、まあ、よくあるね、こういう足とね、手をバランスでこうやって上げる練習をね、一回やってみてください。こういう練習してみてですね、この時に、溝落ちが固まる人、もしくはもうそもそもグラグラする人ですね、は、うまく体幹が使えてない形になりますので、溝落ちがね、ギュッとなってないか確認してみてください。ギュッとなってるか分かんない人は、やった後にですね、再度ね、溝落ち触ってみて、あ、溝落ち、あ、やる前よりもなんか柔らかくなったなって人は結構 OK。まあ、もちろん変わらない人でもいいですね。もしくは、やる前よりもなんか、ギュッて硬くなってしまった人はですね、間違った体幹の使い方になってると思ってください。この動きでね、全然もうなんかわかんない人はですね、このままこのつま先も上げてください。つま先上げてちょっと負担かけて、これで、溝落ちの状態を、固まるか固まらないかを一応確認しておいてください。で、もう固まらない人はですね、そもそも結構動ける体幹持ってます。結構バネやって、しないかに使える体幹持ってると思ってください。まあ、ただですね、まあ、多分ね、この動画見てはる人はですね、まあ、どっちかというと、こう、体幹がね、うまく使えない人だと思いますので、そういった方はですね、結構溝落ちが横隔膜にギュッと固まってしまう人が多いかなと思います。そしたらですね、実際に、じゃあこう、固まらないで使えるようにするための、タレつきの練習ですね、やっていきます。実際にね、タレつきの練習やっていこうと思います。タレつきの中でもね、この腰椎から仙骨に、ここのタレつきが重要になっています。
で、一回ですね、目をつぶってチェックしてみてください。で、目をつぶってもらった時に背骨がですね、ちゃんと仙骨の方までつながっている感覚がある人はですね、もう割と慣れつきに効いている方かなと思います。そうじゃなくてですね、背骨を感じてもらうと、なんか腰の方まで分かるけど、なんかこっからしたら全然分かんない、なんかもうボワーンとしてるって方はですね、そのあたりの垂れつきがうまく効いてない、垂れつきが効かないで、他の筋肉が一生懸命頑張っているので、真ん中の、ね、背骨の感覚がぼやけてしまっているって形になります。これが今からやる垂れつきのトレーニングした後にですね、ちゃんと真ん中にね、キュッと集まって背骨のラインが、ちゃんと下までつながっている感覚が出せるかどうかを確認してもらえればと思います。ではですね、実際に垂れつきのトレーニングをやっていきます。やり方なんですけども、レッドベルみたいなお辞儀を使います。こういうね、お辞儀を使っていきます。何もせずにね、普通にお辞儀するとですね、うまくいかないと、だいたい腰ですよね。ここの筋肉がパンパンに張ってしまうと思います。ここが力んじゃう。これだとですね、まあ、背筋のトレーニングとしてはいいんですけども、垂れつきとしてはうまく効いておりません。ここが力まないで、背骨の近くにある筋肉ですね、垂れつき、ここがうまく使えるかどうかがポイントになるんですけども、それを可能にするのが、この親指のグリップを使います。親指のグリップを軽く、ね、引っ掛けて、軽くテンションをかけてもらうことで、体の中心がもうキュッと寄って、ね、垂れつきが入りやすくなります。で、軽く指をグリップしたその状態で、先ほどと同じようにお辞儀をしてみてください。そうすると、何もない時に比べると、グリップをすると、体がこう入ったのが、キュッと内側に寄ると思います。で、ここで切れてた感覚が、仙骨まで伸びる感覚が出るかなと思いますので、仙骨まで背骨が伸びて、かつ、太くならない、細くなる感覚を作れたら、うまくできています。で、これでなかなかね、うまくいかない人は、指のかけ方を逆にしてもやってみてください。逆の方がね、やりやすいパターンもありますね。どちらで体が細くなるか、腰が力まないか、ここじゃなくて、内側でやる感じが出るか、楽々できる感じになるかをチェックしてみてください。いきましたでしょうか。で、やったらですね、そのまま、スッと立ってみて、再度目をつぶって、背骨が、仙骨まで伸びてる感覚ですね。ここまでしかなくて、ここからぼやけてたのは、あ、なんか下まで繋がった感覚が出たなっていう感じが分かれば、それで OK という感じになります。いけましたでしょうか。いけたらですね、再度ですね、もう一度最初の四つ前バランスに戻っていただいて、同じようにね、バランスのチェックをしてみてください。そうすると、まあ、先ほどの感覚もちょっとね、変わってくるかなと思います。溝落ちが固まらないで、なんだかね、お腹のあたりがしっかり安定してて、手足もね、繋がってる感覚が出るかなと、さっきね、慣れてた人は、このつま先浮かしの朝もチェックしてもらえたらなと思います。いきましょうか。で、実際にやってみて、実際にそのね、垂れつきのお辞儀やる前に比べると、溝落ちがね、固まらない。実施した後も柔らかい状態を保てている。まあ、なんか、息止まらないからね、全然ペラペラ喋れるぞね、歌いながらできるぞみたいな感じの余裕が出てくる体感ができてれば、OK っていう形になります。うまくできたらですね、実際それを使っていろいろね、動いてみてください。手使ったりとか、走ってみたりとかしてもらうと、体とね、全身が繋がる感覚とか、体感は強いけど、なんか体全体が、ね、柔らかくなってる感覚、こうガチッと固まって丸太みたいな体感じゃなくて、しなやかに動ける体感になってる感覚がね、持てると思いますので、溝落ちが固まらない、強い体幹、骨盤で握る、垂れつきが効いているような体幹、これですね、ぜひともですね、身につけていただければなと思います。はい、ということで、ね、今回は長くお話しいただこうと思っております。ゆるむ先生ですね、X、インスタでもやってますので、ちゃんとチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、ゆるむ先生自身はですね、オンラインスクールも営業してますので、体の秘密、もっと知りたい方はですね、ガラの貼ってますので、また覗いてみてください。また、ゆるむ先生自身は大阪にありますので、動画だけでね、なかなか身につけないところもありますので、しっかりね、垂れつき身につけたい、腹圧身につけたい、唾液身につけたい方はですね、一度ご予約いただければなと思っております。はい、ということで、今回は以上にさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。